はい、あたしはね、今日ね、ユーマ爪大江川にやってきたわ。そんなあたしは大蔵よ。ちょっと待って、当たったわ。やばいわ、開始10分も経ってないと思うわ。これだからやめられないのよ、バスフィッシングは。楽しいですわ。あまり余裕ぶっこいてるとバラしちゃうからね。あなたちょっと暴れないでちょうだい。元気いいわね、その元気私にも分けてちょうだい。サイズはそんな大きくないんだけどね、ベイトフィネスタックルだから楽しいわ。元気のいいバスくんね。あなたが跳ねるたびに周りのアングラさんが私を見てくるの。私はここや、もっと見て。もうそろそろランディングしてあげないとギョギョ虐待で捕まっちゃうわね。はい、皆さんにご報告があります。お察しの通りネット忘れたわ。ハンドランディングさせていただくわね。まあぶっこ抜けるわ。久しぶりにバス吸ったわ。サイズもそんな悪くないわ。どうでしょう、測ってないけど35、6センチってとこかしら。吸ったから何でも言えるんだけどね、今日ね、ほんと釣れる気がしてたのよ。丸飲みね、あんた。久々に釣ったからほんとまじまじ見ちゃうわ。遊んでくれてありがとう。リリースしてあげるわね。最先よくバス君を連れてきたこのワーム、ゲイリー山本線香4インチね。ノシンカで釣ったわ。このまま線香で釣ってもいいんだけどね、いろんなワームで釣りたいからちょっと変えるわね。タックルがベイトフィネスだからね、そんな重たいものは投げられないから、そうね、どれにしましょう。エビシャット4インチのジグヘッド、これなんてどうかしら。さっきも言ったけど、バスフィッシング来るの3ヶ月ぶりなのよ。もちろん大江川も3ヶ月ぶりよ。あたし3月からね、8月終わりまでね、山にトラウトフィッシング行ってるのよ。今年も10回以上トラウトフィッシング遊んできたわ。下手ピピなあたしに遊んでくれる魚なんて数限られてるけどね。今年山でね、日本カモシカに会ったのよ。逃げてくかと思ったらどんどん近づいてくるのよ。車2台分10メーターぐらいのとこまで来てね、ずっとね、立ち止まって私の方を見てるのよ。私の方がビビったわ。ちびる寸前よ。無意識よ。無意識だったわ。私の中の自己防衛本能が働いて、カモシカさんにヒューマンビートボックスバトル仕掛けたわ。私が先行勝ち取ってね、8ビートでまとめたワンクリック化したらね、逃げてっちゃったわ。私カモシカにビートボックスバトルで勝ったってことでいいわよね。私カモシカにビートボックスバトルで勝ったってことでいいわよね。大事なことだから二度言わせてもらったわ。あとはね、なんかあったかしら。そう、まあヘビがねいたから捕まえたらね、4回噛まれたわ。エビシャット当たらないわ。日も傾いてきて、薄暗くなってきて、あと1時間ぐらいしかできないから、このままエビシャットでやり通すか、最初に釣れた線香に戻すか迷うところね。欲が出てきたわ。もう一本釣りたいわ。はーい、欲に負けました。線香に戻します。ゲイリー山本線香ノーシンカーでもう一本狙っていくわね。今日使ってるタックルまだ紹介してなかったわね。こんな感じよ。ロッドはダイワさんのブラックレーベル、リールはアンバサダーレボ LT ね。ラインはフロロ10ポンドよ。暗くなってきて、やめようとしたら最後の最後に来たわ。やば、やばいわ。マジこれよ、これが私の求めていた大江川バスフィッシングよ。最初に釣ったやつよりちょっと大きい感じがするわ。遠くでかけたからね、なかなか寄ってこないわ。元気なバスじゃんね。夏のバスは元気いっぱい、よく引くから楽しいわ。焦らずに慎重に、わーわーわー、お願いだからバレないで、あんまり暴れないでちょうだい。今日はなんて素晴らしい日なの、短時間でバス4匹釣れちゃったわ。あなた頑張るわね、まだまだ元気ね。おとなしくなってきたから捕獲の準備に入るわ。ネットないからぶっこ抜くわ。やったわ、最後の最後に今日一番大きいのが釣れたわ。会いに来てくれてありがとう。感謝感謝よ。メジャーも忘れてきちゃったからね。
だいたい40センチ弱かしら。このバスちゃん綺麗ね。まじまじ見とれちゃうわ。餌たくさん食べてるんでしょうね。めちゃくちゃ筋肉っすよ。いいところにフッキングしてるわ。外しやすいし、私のお家にお招きしたいけど、今日は帰っていただくわ。大きくなってまた私に会いに来てね。今日はこの辺で終わりにするわ。夕方から大江川に来て2時間弱遊んで、4匹のバスと遊んでもらいましたわ。また近いうちに来るわね、大江川。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また会いましょう。See you.